ライマン・フランク・ボーム、ライマン・フランク・ボーム、1856年5月15日から1919 19年5月6日は、アメリカ合衆国の児童文学作家、ファンタジー作家、バウム、バーム等の表記も見られる。60編以上の動画、児童文学作品を執筆しており、特に、オズの魔法使いをはじめとする、オズシリーズの作者として有名。エディス・バン・ダイン、 エディット・バン・ライン、ローラ・バンクロフト、ラウラ・バンクロフトなど、女性名義を含む多くのペンネームでも活動した。戯曲家、俳優、自主映画制作者としての活動歴もある。ウッポームは、ニューヨーク州、チッテナンゴ村、でメソジスト派の家庭に九人兄弟の七番目として、生まれた。父・ベンジャミンは、ドイツ系アメリカ人、母・シンシアは、スコットランド系であった。ライマンの名は、 父方のおじにちなむが、ボームはこのファーストネームを嫌っており、ミドルネームのフランクを常用した。父はペンシルベニア州の油田で財を築いた人であったため、ボームは裕福な環境で育った。家には例えばバラ園があった。家庭で教育を受けた後、12歳でピークスキル士官学校に送られる。両親は病弱な子供であった。彼を鍛え上げようと意図したのである。 二年間の不幸な生活の後、彼は帰宅を許された。ボウムの息子で、電気作家のは、父の電気、ツープリーズ、エイチャイルド、子供を喜ばせる谷の記述で、彼の退学は、心臓病によるものだと主張した。ボウムはごく若い頃から創作に取り組んでいた。父は彼に、簡易的な印刷機を買い与えており、彼と弟ヘンリーはそれを使って、 ザ・ローズ・ローン・ホーム・ジャーナル、バラ屋敷通信という新聞を発した。これは広告も入った本格的なもので、数号は続いた。17歳になるまでには、ボームは2番目のアマチュアシザ・スタンプコレクター、切手収集家を創刊した。20歳の頃ボームは、新しい事業を始めた。養鶏である、当時、高級鶏が国内で流行していた。彼は、ハンバーグ種。 を専門に扱った。1880年に彼は、月刊しざポルトリレコード、養鶏通信を創刊し、1886年、30歳には、最初の本である、The Book of the Hamburgs, A Brief Treats Upon the Mating, Dilling, and Management of the Different Varieties of Hamburgs, Hamburg s, ハンバーグ取得本後輩、シークその他に関する概論を出版した。 同時に、ボームは演劇にも傾倒し、工業的な失敗によって幾度となく、破産寸前に陥った。ボウムの最初の失敗は、地方の演劇会社が彼に役を与える空約束の元に衣装類を詐取し,したことである。業界に幻滅したボームは、一時的に演劇から離れ、義理の兄弟がシラキュースで経営する衣料品会社で事務員となった。ある時、 彼は別の事務員が密室で自殺しているのに遭遇した。この事件は彼が後に文学士ザ・ホワイト・エレファントに寄稿した密室者の小説ザ・スーサイド・オブ・キーロスに反映されている。ボームが舞台から離れていることに耐え切れたのはそう長い期間ではなかった。彼は再び役者の仕事に戻り、ルイス・カイ・ボーム、ルイ・カイ・ボームやジョージ・ブルックス、 ジョージ・ブルックスの芸名で活動した。1880年、父が彼のためにレッチバーグに劇場を建ててくれた。ボームは、脚本家の地位につき、役者をやってくれる仲間を集めた。ウィリアム・ブラックの小説、エイ・プリンセス・オブ・チューレ、チューレの王女をベースにした歌付きのメロドラマ、アランの乙女は、ある程度の成功を見た。ボームは脚本を書くだけではなく、劇のための作曲を行い、 彼の劇は物語に歌が付属したミュージカルの走りというべきものであった。さらには舞台で主役を演じた。おばのキャサリング・レイ、キャサリング・レイがボームの役のおばの役を演じることもあった。彼女はシラキュース郵便術学校の創立者であり、ボームはおばの学校に対して演劇、脚本、演出、翻訳、フランス語、ドイツ語、イタリア語、公演、 オペレッタの技術を無償で提供した。1882年11月9日、ボームは、婦人賛成見論者として、著名なマキルダ・ジョスリン・ゲージの娘、モード・ゲージ、モド・ガゲと結婚した。ボームが、アランの乙女の巡業で留守にしている間、別の劇をやっていた、リッチバーグの劇場が、火事になり、建物のみならず、ボームの脚本の多くも消失した。 1888年、ボームと妻はダコタ淳州の現サウスダコタ州のアバーディーンに移った。そこで彼は、ボーム市場、ボーム、エスバザーという店を開いた。品物を安易につけて手放してしまう彼の悪癖により、店は結果的に破産に追い込まれた。そのためボームは、地方の新聞ザ・アバディーン・サタデー・パイオニア、アバディーン・サタデー・パイオニの編集に転じ、同志には、 アワー・ランド・レイディ、我らの同じ主というコラムも寄稿した。オズの魔法使いにおける、カンザス州の描写は、乾燥しきったサウス・ダ・コタでの経験に基づいている。この時期、ギボのマティルダ・ジョスリン・ゲージが、ボームの家に同居していた。サウス・ダ・コタ時代、ボームは、アルカルテットに所属して、歌をやっていたが、その仲間のうち一人に後年アメリカポピュリスト等の、初代議員となるジェームズ・カイル。 ジェームズ・カイルがいた。新聞が1891年に潰れると、彼と妻と4人の息子は、シカゴに移った。ボームは、イブニングポストの記者の仕事を見つけた。彼は、旅回りのセールスマンとしても働かなくてはならなかった。1897年、ボームは、三分のマザーグースを刊行した。これは、マザーグースの言文を、三分の小説に直した。 短編集で、挿絵は、マックス・フィールド・パリッシュであった。本作は、そこそこの成功を収め、ボームはセールスマンを辞めることが可能となった。1899年には、イラストレーター WW ・ w. W. デンスローと組んで、ナンセンス詩集、ファーザー・グース、彼の本を発表した。この本は成功した。その年の児童賞としては、ベストセラーになったのである。1900年。 ボームとデンスロー、著作権は共有だったわ、オズの素晴らしい魔法使い、日本語タイトルは通常、オズの魔法使い、ザ・ワンダフル・ウィザード・オブ・オズを刊行し、批評家からは絶賛を浴び、商業的にも成功を収めた。この本は2年間にわたり自動書のベストセラーの地位に、君臨し続けた。その後ボームは、オズの国や住人を扱った続編を13作も書く、ことになる。 オズの素晴らしい魔法使い出版の2年後、ボームとデンスローは、ポール・ティーティエンスを作曲家、ジュリアン・ミッチェル、ジュリアン・ミッチェルを監督に迎え、フレッド・アール・ハムリン、フレッド・アール・ハムリンの脚本の下に動作をミュージカル化した。役者には、ブリキノキコリ役として、デイビッド・シー・モンゴメリー、デビッド・シー・モンゴメリー、カかし役として、フレッド・ストーンを起用した。 これは1902年にシカゴで初演され、1911年まで成功理にアメリカ国内を巡業した。ミュージカル版の成功以降、原作の題名もミュージカル版に合わせて、ザ・ワンダフル・ウィザード・オブ・オズ・オズの素晴らしい魔法使いから、ザ・ウィザード・オブ・オズ・オズの魔法使いに縮められるの一般的になった。その傾向は1939年のハリウッド映画版、 ザ・ウィザード・オブ・オズ、オズの魔法師によって、さらに顕著になり、現在に至っている。ボームは、シリーズ第二作、オズの虹の国、ザ・マーベラス、ランド・オブ・オズもミュージカル化すべく脚本ザ・オーゲルバグ、ボグルバグ教授を書いた。しかし、オズの魔法使いに出演中であったモンゴメディと、ストーンが続編への出演を拒否したため、この作品には、キコリとカカシが登場しないことになり、 大失敗となった。ボームはシリーズ第5作、オズの継ぎはぎ娘も舞台化したが、映画化の実現には失敗した。オズの魔法使いが小説、舞台の両面で大成功したことを受けて、ボームとデンスローは柳の下の3匹目の土壌を狙い、1901年に陽気な国のドットとトットを発表した。この本は、ボーム屈指の打作で、その失敗は、 ボームとデンスローの気まずい関係をさらに悪化させた。彼らが組んで仕事をしたのはこれが最後となった。1904年以降のファンタジー作品ではジョン・アール・ニールがイラストを担当するようになった。ただし彼らが顔を合わせたことはほんの数回しかない。またボームはニールの画風にユーモラスな雰囲気が足りないと感じることがしばしばであったし、ニールが勝手にザオズトイブック。 カット、ウッズ・ホーザキです。お子様のための切り抜くオズボンを出版した時には特に不快感を露にした。オズシリーズを書き続けている間、ボームは何度もその巻きを最終巻きにして、別のシリーズ、サンタクロースの冒険や、X の軸し以上などに集中したいと訴えた。しかし、一般読者からの要求、子供たちからの手紙、そして新作の失敗に打ちのめされて、 毎回オズシリーズに戻るのが常であった。とは言っても、彼のオズ以外の作品が、その死後に忘れ去られたわけでもない。マスターキーという長編は1920年に、セントニコラスマガジンが行った、お気に入りの本調査、良い成績を見せている。演劇にかける修正の愛情のために、彼は、しばしば凝ったミュージカルに対して、資金を出し、そして失敗した。ボームに、 最悪の赤字をもたらしたのは1908年の妖精探とラジオ劇である。これは、幻統と生身の役者を組み合わせた先駆的な見せ物で、あったが、借金で首が回らなくなったボームは、初期作品、オズの魔法使いを含むの著作権を売却する羽目に、陥った。その結果、初期作の定品出版が出回ることになり、ボームの名声は下落し、その新作までが売れなくなった。 ボームは、蔵書、タイプライター、など手放せる財産を徐々に放出していき、最後には無一物となった。ボームによる、オズシリーズの最終巻、オズのグリンダは、彼の死後である1920年に刊行されたが、シリーズは長い間別の作家たちによって、書き続けられた。その代表、ルース・プラムリー・トンプソンは19冊を書いた。ボームは、 オズ以外の作品を発表する際には、編名を使用した。以下のようなものがある。ボームはその後も演劇界での仕事を続けた。オズのオズマビメ、シリーズ第三作及び、オズのチクタク、シリーズ第六作をもとにした劇ティック、トックマン・オブ・オズ、オズのチクタク男は、ハリットでそれなりの成功を収めた。1914年、ハリウッドに移った、彼は、 自作を映画化するための会社、オズ映画制作会社を起業した。彼は自ら会長、プロデューサー、脚本家を務めた。この時期に彼が使ったキャストの中には無名時代のハロルドロイドがいた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。